はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト7続きやっていきたいと思います。ですね、前回ね、ここね、ヒルドラグリーンフレーク。まあ、そのね、過去の部だね、回りました。ね。ということで、ペペとね、リンダですけどね。ペペのこと、私弱っちい男には興味ないんだよね。いい、アルスも私の気を引きたかったらもっと強い男になりなさいよね。おいらわかんねえよ。なんでペペは家でなんかしちゃったんだろうな。ね。置いてっちゃったよね。俺だったら絶対逃げ出したりしないのにな。だけどペペはいい人すぎるからああする以外の方法を思いつかなかったんだろうなということで、大体の話は終わったんだけど、そうだね、刃のブーメランとか欲しいなと思って、それでね、北の方にね、洞窟があるって言ってね、まあ、石板がどうとかとか言ってましたけどね、ここね。ということで今回ここ攻略します。お、メランザール。お金貯まったら一回戻ろうかな。ブーメラン大好き人間なんでね。まあまだだいぶ先の話ですけど、このゲーム出てくる順番が明らかにおかしいだろうってやつとかいますんで洞窟、宝回収しながら行きたいんですけどね。なんもないかこれ。泥人形。どっちから行った方がいいかな。上に階段ありますよね。降りるしかないのか。鉄の方の強いね。あそこ落ちたらね、まあ、どこ行くんだろうなと思いますけど、なんかなかったっけここ。まあ、いっぱい出てきてくれるとね、嬉しいですよね。左側回ってなかったね。上に宝ありますね。おお、腐った死体、フーガ。フーガってドラケセブンにしかいなくないかこれ。まだ新モンスターいると思いますけどね。おお、キーファだいぶ強くなったね。14ね。
あそこだ。あそこに行かなくちゃないね。お、石板発見。あ、出てきた。ダークドワーフ。もう一匹いたね。得意箱。こんなところで死んでらんないからね。あのミスはちょっと怖いね。よし。あと上の階段に、ん？まだか？多分ここだと思うんですけど。2094か。ちょっと待って。ここ行ったらね、もうボスだと思うんだけどな。まあ行けるか。おやおや、また欲深い奴らが宝を目当てにやってきたのか。宝物の噂などただのデタラメだとも知らずにご苦労なこった。ここに来た人間どもは皆屍になるのが運命だ。宝を夢見て死にゆくがいい。3人話しても大丈夫かなこれ、ね、あの魔物を倒せばここで死んでいた人たちの供養になるはずよ。宝探しに来た人間を殺していたなんておいらはこいつらを許せねえよ。かかってくる敵はやっつけるまでだ。最高ぜアルス。これで話してしまうと相手が動いてしまうんで。3人大丈夫か。スカラ、カエンギリ、ルカニ、敵サケ、敵グループのダメージ。ダイエン。から火炎切り、引き裂けでダメージ出るね多分ね。お、ベギラマ。後ろ二人まずいね。呪文、エホイニ、火炎切り、ホイニ、引き裂け。踊るほど案外強いね。OK。エホイニ、火炎切り、中身呼ばねえよね、多分。ほいに。あ。攻撃の。火炎切り。ほいに。まあ、ガボは大丈夫かな。攻め力戻ったね。で、ホイミー、ホイミー、2発から大丈夫かな。
おう。ああ。初の落ちちゃった。間に合わなかったか。落としたくなかったけどね。まあ落ちてしまったものはしょうがない。1、2回行動だね。ああ来た。あ、倒した。ガボ落ちちゃったね。HP ちょっと足んなかったかな。一食い箱じゃなかったけど、一個取ってちょっと出てもう一回来よう。ね。あ、一食い箱だ。初の戦闘不能になっちゃった。まあ、どっちみちこいつから通行の一撃食らったら、きつかったもんね。あ、やべえ。リレミット使えねえ。消費が、4になってる。魔法の聖水あったっけ？あー、あるな。うーん、まあいいや。ここの先に石板が1個あるんで、とりあえず石板拾って、ね。ちょっと落ちちゃったけどね。何も言わねえな。リレミットが消費8だよな。使うか。まあ第2部行くか。とりあえずガボ生き返らせて、HP 少ないよねガボね。レベルは十分なんですけどね。ちょっと戦い方悪かったかな。一番後ろ防御してたらね、落ちなかったですけどね。まあ大丈夫だろうぐらいの勢いでやってたら落ちちゃったわ。あれ？神父。3000ゴールドあるね。刃のブーメラン買っていこうか。まあそんな武器とか防具しっかりしてればね。まあ落ちることはないかなと思うんだけどね。そういえばあの酒場どうなったんだろう。はい、じゃあ再び洞窟行きます。まだね、取ってない宝あったもんね。まあ1回で行ければよかったんだけどね。どっちみち出ようと思ってたんで、まあ、当たりの方に来ちゃったからね、しょうがないですよ。川の鞭も欲しいけど、そっか、ガボが下がるのか。ガボが、まあいいか。49なんだよね。鉄の爪で強いからこれでもいいか。ちょっと下がるけど、ここ刃のブーメランだったら逆にいいかもしれないよね。それと鉄の爪浮いたからまあ打ってもいいんだけど、もう一回行く。まだ会ってない敵いると思うんですよ。確かね、黄色いあいついたと思うんだけど、いなかったっけ？ここじゃなかったっけ？もともとナンバリングにいなかったやつ。
あ、そっか、こういう落とし穴なのか。あ、なるほどね。まあ、落ちないでいったってことだよね。じゃあ、行ってない場所は、何も言わないね、この人らね。左か行ってないもんね。ここか、行ってないの。行ったか、これ。行ってないよな。あ、あそこどうやって行くの？あそこに行くには？もう一個階段あんのかな？ここの、あの階段行ったでしょ？どこだ？あそこ落ちんのかな？まあ、ちゃんと回復してくれよね。よかった。いけんだろうぐらいの中途半端な気持ちでいけるとね、やっぱ落とされるよね。まあ、全滅することはねえだろうと思ったから、倒せなくはないと思ったんで、洞窟魔人。ここ落ちるのかな？あ、そうだね。あったあったあった。はい、石板。どっちみち来なくちゃないもんね。さっきここじゃなかったんだ、行ったの。あ、こっちだったんだね、さっき行ったのね。それで左側に行ってなかった。あ、行ったか。こう行って宝取って、あそこか。あ、なるほど。で、下は行ったね。これと、あれ、いなかったっけ。ちょっと待って、これで現実の世界に行ったらこの洞窟はなくなってんだけど、あれ、いなかったっけ。ちょっと待って、出現してないだけか。洞窟のとこ行ったよね。じゃあ結構時間来てるな。なんだかんだもう石板取れたんで、もうここは用ないです。とりあえず石板2枚入ったんで新しい場所に行くんですけど、一旦戻ってね、あのグリーンフレークが現代でどうなってるかを見て、新しいとこはめるのがまあやり方でしょうね。新しいとこ行ってもいいんだけどね、石板はめてもいいんだけど、ね、どこ行ってなかったとかなるからね。あ、出た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 、よかった。これね、ドラゴスライムです。ドラゴスライムはあのドラクエ、なんかこれ白目向いてない、一番右。あれ、今までこんなやつら見たこともねえぞ。アルスも初めてじゃないか。とりあえず私に任せておきなさい。まあそうなんだけどね。ドラゴスライムはドラクエ7の初登場のモンスターですね。というのが、嘘つけって話になるんだけど、モンスターズでね、いるんですよ。スライム系にドラゴン混ぜると、ドラゴスライムできるんですけど、ナンバリングで初登場はセブンなんです。シックスにいなかったんですよね。セブンから登場したモンスターね。ドラゴスライム。だけど、シックスとセブンの間に、テリーのワンダーランド発売したんですよ。ゲームボーイ版のね。だから、シックスの敵は全部いたんだけど、セブンの敵っていないじゃないですか。シックセブン出る前だったから。ね。だから、セブンより先に発売した派生のゲームね。そこで初登場モンスターなんですよね。ドラゴスライムは。それで人気あったんかわかんないですけど、まあドラクエ7でね、ナンバリングとして初登場で登場したのがドラゴンスライムですね。そういう感じです。そんなモンスターが7にはいますんで、6と7の間に発売したモンスターズで初登場のモンスター結構出てきます、7は。ね。ドラゴンスライムもその一体ですね。まあ頭に思い浮かぶだけでね、あいつとあいつとあいつとってちょっと浮かんでんだけどね、自分の中ではね。はい。ということで、これでとりあえずね、グリーンフレークヒルドラ、第1部、完です。第1部ってことは第2部あんのかなって思いますけど、援護行こうか。第2部は、まあ第2部っていうか、現代版が第2部って勝手に自分言ってんですけどね。神が何か言うか。おや、またあんた立ち占い師欲しいのかい？はい。ふむ。では、あんたの顔を見てごらん。
見せてごらん。そしてわちの目を見るんじゃ。おや、これは驚いた。何も見えないぞ。ふむ。しかしあんたらは何やら不思議な力を感じる。だからその力がわしの占いの目を届かなくしているようだね。ふう、わしを見たところこんなもんだね。さ金は取られる。毎度あり、占いことないことがあったらまたおいで。アルスには不思議な力があるのか。すげえぞ。何も見えないってどういうことなんだろうな。アルスのことなんか見たってしょうがないから見えないのね、きっと。相変わらずだね。よし。じゃあね、次回は、まあ、とりあえずね、グリーンフレークもそうなんだけど、まあ、ちょっと知ってるからこそ、ちょっとできることがあって、この左側なんだよね。左側に、橋がかかってんのかな？ここだと思うんだけど。もっと左か？ああ、あったね。ここもそうだし、ここはちょっと次回行くんですけどね。それで小屋が上にあって、グリーンフレークがあった場所。ここか。はい。何も言わないね。はい、なんと石板が落っこってます。誰かいなかったっけ、これ。あ、いた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 。こんな偏僻な場所に人が来るとは珍しい。ここに町か村でもあると期待しておったのか。はい。かつてはこの場所にも町があったそうじゃがな。今は何もありませんよ。見ての通り、瓦礫の散らばる荒野が広がるばかりじゃ。町一つ滅びるほどの時間が流れたってわけね。なんだか寂しいね、アルス。じいさんの話によると、どうやらグリーンフレークは滅びてしまったようだな。だそうです。うが、これじゃあその後、リンダたちがどうなったのか誰にも聞けないぞ。ねえ、でも取ってくるときなんかあったよね。あそこ何があるんでしょうかね。グリーンフレークはもう現代ではもう滅んでないんですよ。それで、右側になんかありましたよね。あそこに次回行くんですけどね。あとここの洞窟があった場所は小屋になっています。なんもねえよな。ここだけ見てね、今回終わりましょう。黒とかないのか。ないね。こんにちは、旅人の宿へようこそ。竹240。それはさすがに払えないね。おや、旅の人かな。なんだって世界を旅を取り戻す旅をしてるだって。はい。だったらちょうどいいぞ。あそこにいる老人の話を聞いてみな。オタクの仲間かもしれないぜ。あのおじいちゃんかなりの酔っ払いよね。神様とか魔王とかあんまり相手にしない方がいいわよ。はい、小さなメダル。ね、何の役に立つんですかね。うん、なんじゃ、いつの間にか話し相手が変わってしまったぞい。先ほどの連中はどうした。これ余談なんだけど、自分ね、高校の入学式の時にすげえ昔だけどね、思いっきり寝てしまって、目の前で喋ってる人いるじゃないですか。それで、コクンって寝たんですよ。一瞬ね。だけど自分で寝たと思ってなくて、コクンって首が、あ、やべやべ、起きねえとって起きた瞬間に、目の前の話してる人が全然違うスーツ着てる人になってて、あれ、なんだ一瞬で入れ替わったと思ったら、そのコクンってなった瞬間に自分をおいびきかいて寝てたらしいですからね。まあ良いわ。お前さんたちは初めてみたいじゃから、もう一遍話してやろう。太古の昔の話、オルゴデミーラという魔王がおっての。おー。こいつは世界を切り取っては闇に封じ込めて我が物にしようとしたということじゃ。様々な災いの種をまき、人間たちが絶望したところを一気に闇に引きずり込むという。それはそれは卑劣な手段じゃった。そしてそのことに気がついた神と大魔王との激しい戦いが始まった。戦いは何百年にも及び、精霊たちや人間たちの英雄も神と共に戦ったそうじゃ。その間にも大魔王は手下を使い、世界を切り取っていたと伝えられておる。ん？戦いの結果か？それは誰も知らん。ただわしが思うに神も魔王も力を使い果たして、共に滅んだじゃなかろうか。だから今この世界には神も魔王もおられんのじゃろうな。おお、なんだ、何も突っ込まねえのか？それなんか口数少なくなったな。はい、ということで、石板も拾いました。じゃあね、新しいとこがあるんじゃないかなと思うんですけど、グリーンフレークがなくなってましたよね。
なくなって、代わりにこっち側にね、このような場所があります。いけるかな？はい、メモリアリーフっていうのがあるんですよね。ここはね、ああ、出ちゃった。あ、待て、で、大丈夫か、これ。あ、私もハーブを育ててみようかな。もちろん水をやったり、その他諸々の世話はアルスの役目だからね。見ろよ、アルス。丸ごとハーブ園だ。ここが栄えたから、グリーンフレークは次第に廃れて滅びていったのかな。出ちゃったよ。ハーブ園メモリアリーフ。はい、ということで、メモリアリーフという場所がグリーンフレークの横にあります。さて、ここはどんな感じになってるでしょうかね。次回このままね、やっていきたいと思います。とりあえずね、ガボ落ちちゃったけどね、申し訳ないですね。落ちないように行こうかなと思ったんだけど、まあ、いずれはきついよね。人食い箱からね、通行の一撃食らわなかっただけでもね、まあ、運良かったのもあるしね、食らったら落ちてたかもしれないからね。だから防御したの、なるべく気をつけてたんですけど、まあ、万全で言ったらね、もう一回行ったらね、落ちないだろうね。ね。まあ、装備品も充実していればね、あの刃のブーメラン装備してて、まあ、アルスがね、スから使えるんで、まあ、固めてもいいんですけど、まあ、攻撃してキーファがね、まあね、切ってさ、まあ、そうだね、目くらまし対策しながらマリベルで回復したり、あとガボに薬草とか持たせて自分回復しとけばね、まあ、落ちてなかったでしょうね、というのはありますけどね。まあ、そこまでしなくていいかなーって、半分舐めてかかった自分が悪いんで、まあ、しょうがないです。ね。はい、ということで、次回はね、ここもあります。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。